ベリンは、スペインガリシア州、オーレンセ県のムニシピオ。ポルトガルとの国境地帯にある。近隣の自治体と構成するコマルカで、ベリンの中心自治体。自治体住民名簿によると、2012年の人口は14,707人で、県とオーレンセに次ぐ2番目の規模の町である。北は、カストレーロド、バル、東は、ビラルデボス、西は、オインブラ。 北東は、モンケレーの各自治体と、そして南は、ポルトガルと境界をなす。面積は93.9平方キロメートル15の教区に分かれる。エントロイドが有名。住民故障は、バーンズ、エッサ、または男女同系のベリナンス。カリシア語話者の自治体人口に占める割合は92.68%。ベリンワは、オーレン世間の南東部に位置し、 コマルカでベリンに属する。北をカストレイロドバルト、東はビラルデボスと、西をオインブラとモンテレーの各自治体と接し、南はポルトガルとの国境となっている。ヒ沃クナバルドモンテレー地区の中心に位置する。自治体中心地区はベリン教区のベリン地区。ベリンはベリン司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。 住民は15の教区の18の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のショアン・マヌエル・ヒメネス・モラン。自治体評議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、4、ガリシア民族主義ブロック、3となっている。ベリンは15の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。